りちゃん、なに？この間ね、うん、新しいお友達を教会に誘ったんだよ。うん、それはいいことだね。でもさ、うん、そのお友達はゲームはとっても楽しかったから、うん、また行きたいって言ってたんだけど、うん、イエス様のお話はつまんないって言ってたんだ、うん、イエス様なんて本当はいないんだって。そうやって言われたの、うん、そっか。でもさ、そのお友達は初めて教会に来たお友達でしょ。イエス様のこと分かんなくて当然だと思うよ。でもさ、僕さ、うん、イエス様は本当にいるんだって言ってさ、うん、ちょっと喧嘩しちゃったんだ。そっか。お友達がさ、なんて言おうとイエス様は私、ペイ君、みんなと一緒にいつもいてくださるよね。だから大丈夫だよ。そっか、うん、じゃあさ、また日曜日に話してみようかな。そうだね、仲直りできるといいね。うん、それじゃあしもべやの大冒険始めよっか。うん、それじゃあ今日もしもべやの大冒険スタート。マリちゃん、なに？今日も質問が届いてるよ。お、嬉しいね。見てみよっか。イエス様ってなんで見えないの？本当にいいの？僕もさ、うん、イエス様が見えたらいいなって思うこといっぱいあるよ。聖書の人たちは本当羨ましいよな。もしさ、イエス様が見えたらみんな信じるのにね。そうだよね。私もね、イエス様が見えたらいいなって思ったこといっぱいあるよ。え、マリちゃんも？うん。これってさ、みんな思ってることじゃない？そうかもね。うん。なんでさ、イエス様はさ、見えないようになってんだろう。そうだね。イエス様はさ、イースターの日に復活してくださって、その後お弟子さんたちと過ごして、それから天に帰って行かれたからね。ああ、前のしもべやでそれ聞いたことある、うん、だからイエス様はもう見えないんだよね。悲しいよね。寂しいわ。でもイエス様は天に帰られる時に、私は天に帰るけど代わりにあなたたちを助ける力、聖霊を与えるよって約束してくださったんだよ。あー、なんか聖霊って聞いたことある。僕たちに与えてくれるイエス様の力だよね。そうそう、その聖霊の力によってイエス様は見えないんだけど、イエス様がいてくださるっていうことがわかるよね。そっか、その聖霊の力によって僕たちはイエス様を見ること知ることができるんだね。そうだよ。また今度詳しく6月に聖霊のことを話すから楽しみにしていてね。うん、イエス様は見えないけど聖霊の力、イエス様の力によって私たちはイエス様を知ることができるんだよね。今日の質問は、イエス様ってなんで見えないの？本当にいるの？だったね。イエス様は見えないけど僕たちの中にいてくださる、聖霊がそれを教えてくれるんだね。解決。ペイ君はさ、イエス様って誰なのか知ってる？うん、僕知ってるよ。イエス様ってすごい人だよね。十字架にかかって復活してくださって、僕たちの罪を許し救い出してくださった方だよ。そうだよね。ペイ君はさ、イエス様のことよく知ってるね。うん、しもべやでさ、いろいろとイエス様のこと教えてくれてるからね。そうだよね。イエス様はね、お弟子さんのペトロさんに、みんなは私のことをなんて言ってますかって聞いてきたんだよ。みんなか。僕の周りにいるイエス様を信じてない人たちは、イエス様なんかいないんじゃないの、イエス様なんているなんて嘘だって言うんだよね。そっか。ペトロさんはね、
みんなバプテスマのヨハネだとか旧約聖書のエリアだとかエレミアだって言ってる人がいますって答えたんだよ。そっか、聖書に出てくる人たちもイエス様がすごいって思っていたんだね。そうなんだね。イエス様はね、それじゃあペトロさん、あなたは私のことを誰だと思っていますかって聞いたんだよ。それでペトロさんはなんて答えたの？ペトロさんはね、あなたは生ける神の子キリストですって答えたんだ。そうなんだ、僕と同じ答えだね。それでそれでイエス様はなんて言ったの？イエス様はね、とってもいい答えだって喜んでくださったんだ。そしてこの答えを教えてくれたのは天の父なる神様なんですよって話してくれたんだよ。そっか、ペテロさんはさ、イエス様が天に帰られてから一生懸命イエス様のことを伝えた人だよね。そうだよね。イエス様はペトロさんに天国の鍵を授けてくださったんだよ。私たちは大きな壁にぶつかった時とか、大切な人にイエス様のことを信じてほしいって思う時に、心から祈ることができるよね。そしてそのお祈りにイエス様は答えてくださるよね。そうだよね。僕たちに与えてくれている力って本当にすごい力なんだよね。ペトロさんに与えられているように、僕たちにも一人一人イエス様の力が与えられているよね。今週一週間、僕たちもこのイエス様の力いただいて、何でもイエス様にお話しして、一緒にイエス様と過ごしていこうね。ペイ君、今日の暗唱聖句はこれだよ。読んでみて。オッケー。あなたは生ける神の子キリストです。マタイ16-16。ありがとう。これはペトロさんがイエス様に言った大切な言葉だったね。それじゃあみんなで一緒に読んでみよう。せーの。あなたは生ける神の子キリストです。マタイ16-16。今週もこの暗唱聖句を覚えて頑張っていこうね。お、ペイ君、ギターの練習してんの？そうそう、一空みたいにさ、神様賛美したくてさ。エアギターすごい上手だよね。ありがとう。それじゃあみんなで一緒に賛美しよう。悲しい時も歩きましょう。どこまで
しい時も走りましょう、どこまでも。嬉しい時も悲しい時も走りましょう、いつも走りましょう、いつも走りましょう、いつも。バイバイ。マリちゃん。何？イエス様はさ、生ける神の子キリストだよね。そうだね、フェイ君よく暗証成功覚えてるね。だってこれってすごいことじゃない？イエス様は生きていて神様の子供で、いつも僕たちを守ってくださるってことでしょ。そうだよ、そのことを忘れないでいたいね。今週もみんな頑張っていこうね。また来週元気に会おうね。バイバーイ。